ダビド・コフナツキは、ポーランドルブシュケンゴジュフ・ビエル・コポルスキ出身の、同国代表プロサッカー選手。ポジションは FW。ドイツ分で3がフォルトゥナ・デュッセルドルフに所属している。2005年に、レフ・ポズナンのアカデミーに入団。2013から14シーズンにトップチームに昇格し、12月に、トップリーグエクストラクラサデビュー。翌年2月の MKS ポゴニシュチェッチン戦で、 プロ初ゴールを記録。その後も、チームとユース代表でゴールを量産し、次世代のロベルト・レバンドフスキとして、注目を集める。2017年7月11日、イタリアセリエ A の UC サンプドリアと5年契約を、締結。同年11月28日のコッパイタリアでの対、デルフィーノ・ペスカーラ1936戦で、移籍後初ゴールを記録した。 2019年1月31日、ドイツブンデスリーガのフォルトゥナ・デュッセルドルフにシーズン終了までのレンタル移籍。契約には買取オプションが含まれている。2019年6月30日、再びデュッセルドルフに買取オプション付きのレンタルで加入。2020年1月、買取オプションが行使され2023年までの契約を結んだ。二千十一年から、 ユース世代のポーランド代表に招集され、各世代の代表でゴールを量産。ユース代表では通算25ゴールを記録。2018年3月の対韓国戦でフル代表デビューを果たした。ありがとうございます。